金沢工業大学はこちらをご覧ください。ここではユニークな合宿授業について紹介されています。金沢工業大学は能登半島の海辺に穴水湾自然学園という教育施設を持っています。そこで行われるのが人間と自然セミナーという授業。これは2泊3日の合宿で海洋実習やグループ登記などに取り組む短期集中型の授業で、1年次から3年次までの3回が必修になっています。初めて会う1年生同士でも海の上で一緒に手漕ぎ船を漕いだり、夜に話し合ったりすることでお互いの距離が縮まります。最初は自分の意見を言うのが苦手だった人も、1年おきにこの合宿で自分の成長に気づいたりするんだそうです。多くの卒業生が一番思い出深い授業として挙げている授業なんですよ。金沢工業大学は見学の精神の一つに人間形成を掲げています。技術者である前に正しい人間であれ、そんな理念から生まれたのがこの人間と自然セミナーなんです。生涯忘れられない時間になりそうですね。